もらったよ。もらったよ、たくさん。じゃあ明日は私のしたいことに付き合ってね。白川さんとデートなんてどういうコースにしたら。今ならわかるかも、鹿島君の良さ。まだそいつのこと信じられないけど。だって楽しかったじゃん。なんなのあの子、元カノ、ストーカー。海に来た意味なくね。腹減った。焼きそばでも食うか。白川さんの好きなものを一つくらい俺もちゃんと好きになりたいと思ったんだ。最初は薄っぺらな好き同士でも付き合ってるうちにいつか本物の好きになるくない？やだよ、私耐えられない。絶対に好きになっちゃダメ。好きだから触れたい、でも好きだから傷つけたくない。恋ってさ、楽しいだけのものじゃないんだね。頑張れ友よ、俺たちの分も幸せになれ。白川さんのことを悪く言うな。俺が白川さんの彼氏だ。経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話、10月6日放送スタート。俺たち付き合う前まで全然違う世界にいたはずだから、その気になればいくらでもできると思うんだ。一緒に新しい経験。うん、そうだね。二人で初めてのこといっぱいしようね。